住吉僧は、信濃国安住郡にあった荘園。荘域は、安佐川と黒沢川の複合戦場地の先端に立地していた。平安後期の陰性時代に、開発領主の茂野支流西巻氏によって、後白河院に寄進されて成立し、両家職は、院の尿も、高品英子から千秋明門院に受け継がれた。住吉神社を、庄内十八号の総鎮寺とし、 省内に平福寺が建立された。鎌倉時代には、東鏡文治2年3月12日上に、後白河法王から源の頼朝に示された、関東五治行国々内の組最小注文にも名が見える。この頃には、省内の日記境に1日市上や7日、市上、中川里に6日、市上などの6歳首が立つ、市上庁が形成された。 研究2年には長江道領となっており、年中行事に必要な用向きを負担した。長江道では荘園に兵役を付加し、宿直や門番兵を務めさせ、住吉僧からは、毎月3月に3名の兵を送って、山もも門の経営に当たった。南北朝時代の剣務2年には、南朝方の将官である茂野支流大妻氏から、募集され、北朝方の品の守護、 小笠原定宗に、自刀職が安堵され、春地下領と共に守護領の中心を成した。室町時代には、西牧氏、大妻白重の氏族と小笠原氏は、構想を繰り返し、大永7年の大東合戦の一員を成し、小笠原長秀が築電すると、住吉僧の自刀職は、幕府の御領所となったが、同25年に、将軍、 足利義持の故郷書によって、小笠原正康に還付された。文明年間の両家は、山品時国であり、時国狂気にも東荘園に関する記述が散見する。戦国時代においても傾着の年貢が千巻分を超える大規模荘園であった。また、複数回にわたって、諏訪大社下社や穂高神社の造営役を禁止している。長野県出資編第2巻。 P400, ありがとうございます。